近所の視覚障害者の方に傘をさしてあげたいことです。はい。じゃ、えー、その傘っていうのいくらぐらいするんですか。えっと二万円。傘の方。2> 2自分でその知らない人に障害者用の傘を自腹で買うのはためらうから、これこれさんのマネーのこれでお金がもらえるなら。 そのお金で私はプレゼントしますよってことい、ね、<laughs> <laughs> はい、はい、<laughs> すいません <laughs> ええー、<laughs> 相談のね内容をお願いします。ええ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 えのこれをお願いします。マネええ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  ご,ご相談させていただきたいことは、うんえー、近所の視覚障害者の方に傘をさしてあげたいことです。はい、えーあえーと。近所にあのよく見かける視覚障害者の方がいるんですけど近所にいる視覚障害者。はいえと。目が見えない人ってことですかあ、そうです、そうです。視覚障害者に傘はい。 最近お見かけした時に雨が降ってる日だったんですけど<ー>傘を差さ,さないで、まあ、濡れていたのでちょっとお声かけて傘を貸しますかって、うんえー、言ったんですけど<ー>自分の折りたたみの傘は持っているんですけど、うんまあ、あえて使わないでいるんだということをおっしゃっていて。<laughs> で、まあ、その日は、まあ ただただ濡れていく、うん、その方を見守って見送ることしかできなかったんですけど視覚障害者の人傘ささずに行ってそれはえ、ま、つ松葉杖的なもので歩いてるってことですか点字ブロックをそうですね杖<ー>でちょんちょんって叩きながら歩いんですけどあでそ<の>まあ、そういうことがありましたとはい。うん、で、ちょっとその姿 がこう何もできなかったのがすごく心が痛んだのでその後に障害者用の,あのハンズフリーで傘をさせるアイテムが骨折してるあそうですね障害者用の傘っていうのがあるんですけど、ええハンズフリーの障害者用の傘頭にかぶるやつかなあそうですねもともとはなんか あの釣りとかする時に使うのらしいんですけど傘っていうのが視覚障害者の方は、うん、結構音を頼りに、うん、こう歩いていくようなんですけど結構その傘だけでもこう普段と聞こえ方が反響の仕方っていうんですかね<ー>あの影響しちゃうみたいで。 だからレインコートとかがダメなのか音がねでなっちゃうからレインコートですね結構覆われちゃうのであんまりそうですね、うん、視覚障害者用の傘があると、はいほんでえー、それで個人的にプレゼントしたいなって思ったんですけど、うん、ちょっと金額が個人ではまあちょっと。 悩む金額だったので今回、まね、あのこれを、えー、ご相談させていただく<ー>とちなみにその傘っていうのはいくらぐらいしてなんですかえっと2万円,2万円 2> 傘の方が2万円で2万円はいはいそうなんですでえっ、ー、とその方リュックを背負ってるんですけど、うん、そのリュックに、まあ、巻き付けて あのベルトみたいに巻きつけて、うん、こう傘を固定するバンドみたいなものがあるんですけど、うん、それが3000円で、うん、2>, まあ2万3000円かもしくは3000円だけでも大変ありがたい3000円だけでもそれまあ払えないですか <laughs> あなたにとってはまあその2万円二万3000円はちょっと厳しいってことなんですよねあいや 全然<え>難しくはないんですけど難しくない個人はいじゃ自分で買ったらいいんじゃないの個人,個人からもらうとちょっと気持ち悪いかなとか思ってえどういうことだ誰がプレゼントするのじゃあ,あ私がなんですけど、うん、私が私個人が自分のお金で、うん、ってっていうのも最初考えてたんですけど、うん、まあできたら 傘もあげられたらって思ってちょっとご相談した。え、待ってちょよくわかんないの。え、だから自分で傘買えるんですよね。で、買えるお金あるんでしょ？あ、傘の金額はちょっとああないのね。あのま、これ全然知らない人なので、ちょっとためらう金額。 で <laughs> ね、あ自分でそのその知らない人に障害者用の傘を自腹で買うのはためらうからこれこれさんのマネーのこれでお金がもらえるならそのお金で私がプレゼントしますよってこと。っとえっ、ー、ちなみにその人は欲しいって言ってないってことですか くださいみたいなことはああ言ってないけど,いけど、まあ、もらえるやったら別にそれを拒否する理由はないですよみたいなぐらいなことを言ってたってことそうですねこれこちら商品のページを見せてもらってもいいですかねその2万3000円の数あっかりました、うん、まあそのわいそうだと思うここらすごくね綺麗なんですけどまあただね支援、はい、自分の懐でしたくないんだったらほっとけよって思っちゃうって言いましたけど。<laughs> そういういもんじゃないですかあまあ基本的にはそうですよねう、まあ、そういうのはね自分の懐からも出してでもこの人を助けたいと思った人がやるもんだから他人の金でやるもんではないというか <laughs> ああそうそうですねこれこれ一応そうなっていてえはい。 このボタンがついてるんですけど、この持ち手というか、柄の部分っていうんですか、を挟んで、あのーえ、これどうやって手なしでやるのこれ。えっと、固定されるんだと思います。固定これ、えっと、これ、半 <laughs> ズフリーじゃなくねただのいい傘では。えっ、これみんな半ズフリーあー。あ傘の方ですかあえー、はいはいはい。あ傘の方は はい、傘自体がハンズフリーになるものっていうのは私はちょっと見つけられなくてああ<ー>ねこ,この傘をハンズフリーにするものがあるってことあそうですそうです<ー>部品みたいなああなるほどなるほどこれねこれらしいあこれが3 0 0 0千円でさっき言ってたやつかそうです <laughs> あ こういう感じかはいはい持ち手のところをんかここにかすあそういうことかあ肩にかけれるようになるってことかそうですねじゃあこれだけ上げたらあでもそうかこれだけ上げるってなるとあのー、今おばあさんが持ってるのが雨音がうるさいタイプの傘だから音で判断して移動してるから雨音が静かな傘が必要ってことかえこれじゃダメなんですかね そうですね本人がまあ見えていないのでビジュアルは気にならないとは思うんですけど、うん、こう安全面の部分とか安全面だったらこっちの方が安全っぽく見えるんだけど <laughs> 風が強い日とかに、そうですね。 えでもそれは多分このでかい傘でも同じような気がする肩持ってかれるような気がするけどなまあすいませんあの,の風に強い2層デザインがあります、はい、ハンズフリー傘で<あ>風に強いタイプありますよ、はい、これいかがでしょうかあ大きいですねええー、めちゃめちゃ大きいです <laughs> そうなんですよね大きいと濡れないのはすごくいいなって思うんですけど、えー、これやっぱり 見えなああでもそれ言ったらこの傘もそうだろう <laughs> でかすぎるのがちょ待ってでも確かにそうだな見えないからあいいのがありましたはいこれいかがでしょうかこれだとちょっと耳が覆われちゃうのでああそうか耳かいや大変だみんなこれ いやーやっぱりでもこれこれが一番いいような気するな829円ちょっと一回送りますねあなたにこれ1000円ですよ1000円そうですねもう持ってはいないですけど <laughs> ちょっとふざけんなマジですなこれなんとですね皆さんこれあの <laughs> 雨水をですね、上に溜めて飲むこともできるらしいです。ちょっとふざけんな、<え>お前マジでいい加減にして、ほんとに。お前ほんと、しばくよ、ほんとに。さすがに。ためて飲めるらしいです。<laughs> おい、ふざけんな、サバイバル生活しに行くわけじゃねえんだわ。あの、まあ、なんで同じ人なんだ、そして。<laughs> 同じ人なんだが。 まあそのマネーのこれが成立しなくてもこう当事者の方とかご家族の方でまあ雨の日のこう過ごし方傘の問題とかご意見がいただけたらいいなと思ってたんですけど、うんうんうん、ご意見はい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 いますか視覚障害の方がなんか知り合いにおって、うん、こういう傘使ってますよみたいな。 えー、視覚障害者のものです、まあ、マジでいらないです、はい、いらないって言ってるよあなくても大丈夫ってことですか、うん、こういうホルダーとかなくても障害者の方困らないって感じですかねまあいらないんじゃないまあ確かに傘さしてなんか人に当たっても嫌だしねよくよく考えたらそうです、ね、人に迷惑かけたくないって思っちゃうかもしれないじ俺 自分がそうだった時に。でなんか変なやつに当たって因縁つけられた時に目も見えないしちょっと怖いよな。えっ、ー、とちょっと待ってください。来ました。うんえー、私は障害者手帳を持つ視覚障害者です。はい、私も雨天雨天時外を歩く時は傘を使いません。うん、えー、それは年のおっしゃる通り<あ>音の反響と、うんえー、いうよりは。 白状をついて歩いて元もう片方の手に傘を持つと手が塞がってしまいカバンを持ったり手すりを使ったりという、えー、ことの方が優先になるからですうーんなるほど荷物が増えるのは人にもよりますが嫌なことであるああそうなんですね、はい、まあなのでね 傘を上げるのではなく手を貸すということでまあそういう形でのまあお手伝いっていう方がいいですかね、はい、えー、分かりました、はい、ご意見が聞けてよかったですありがとうございましたはいはいどうもですはいありがとうございました失礼します <laughs> いやちょっと荒れすぎねコメントねうーんてか ビビるはちょっと自分の金で何とかしろよ、ガチで。